はい、韓国語はなぜ日本語に似ているのか。はい、まあ韓国語を勉強したことある人はですね、なんか日本語に似てるなということを、えー、感じるんですね。これはですね、あのまあ外交評論家でね、元外交官で、えー、いらっしゃる、えー、岡崎久彦さんがですね。 もうお亡くなりになりましたけれどもこの方が書いた本で「隣の国で考えたこと」っていう本があるんですねここで韓国語を勉強した時の驚きをですね書いてるんですけどもこう書いてます少しでも韓国語を勉強した人は誰もが「この見方はただごとではない」と思わざるを得ません。 私自身韓国語を覚え始めた時20年以上外国を渡り歩いて初めて外国語でない言葉を習っているという感じがしましたというね。 うんまあ、岡崎さんといえばですね、まあ、いろんな国に赴任していろんな国の言葉をですねそれなりにやっぱ外交官としてね大使とかで行くと、まあ、ちょっとした挨拶とか片言のね言葉を話せないといけないので、まあ、もちろん英語とか、まあ、そういうものは基本的なものはですねよくお出来になるんでしょうけどもそうじゃない、えー、語学もですねやっぱり勉強するんですよね。それでいろいろ勉強した人が韓国語を勉強した時に「あれ? <laughs> と」とこれ外国語か <laughs> と思うほど似てるってわけ よくね韓国語と日本語の関係というのはですねよくあの、えーまあ、昔から議論があるんですけども以前ねこの言葉の話をした時に説明したので覚えてる人いるかもしれませんがあの2つの言語があった時にこの言語が、ね、同系統の言語かどうかということを確認するのに大体3つの要素があるっていうんですね。代代名名詞、詞指示代名詞 こういったものが被っているかどうかですね。あと、それから規則的音声対応ですね。えー、ほら、例えばあのフランス語と英語とか、<laughs> もしくはフランス語とイタリア語とか、これどう考えても、これ規則的音声対応があるんですよ。だいたいあの、人名人名とか単語とかもですね、だいたい似たような系統に収まりますよね。で、この変化の仕方が規則的なんですよね。はい。 韓国語はどうかというと文法はかなり似てますただ認証代名詞指示代名詞は被らないそれから規則的音声対応がありませんだから比較言語の上ではね比較言語学の上では韓国語は日本語とは同系統じゃないというふうに、えー、評価されてますただあまりにも文法が似てるわけなんですよでですね、えー、まあだからこそ 一体どういうい関係があるのかとたまたまた文法だけ似てんのかという話なんですね、えー、ただねほら、まあ、規則的音声対応がないとか言いましたけども同系統じゃないとは言いましたけどもはるかかなた昔に分かれた言語であればそれほどの違いが生じることは考えられるわけなんですね。もうねこの、えー、授業を聞いてる人はもう分かったと思いますけども <laughs> これ7,000年前に分かれたんですよ。 <laughs> 要するに縄文時代みんな和気あいあいってやっていた時にい,いきがって限界だの渡っちゃった人がいるわけです縄文人の中に。それで7,000年前に朝鮮半島に住んでる縄文人と日本列島に住んでる縄文人に分かれたわけですよ当初は同じ縄文語をしゃべってるわけですね。 この縄文語が弥生語になり弥生語が日本語になるんですけども朝鮮半島では何が起きたかというと前回言ったみたいに北方民族とかモンゴルだったりとか,かあの中原地方のですね凶暴な連中がガンガン入ってきてもうねあの7000年間蹂躙されたわけですね <laughs> その結果ここまで来ちゃってるわけですから <laughs> そうするとあのどんどん 変わっていくんですよでたんまず単語が入れ替わり基礎単語も入れ替わり規則的音声変化もなくなるでも最後はこれ文法なんですよ。以前言ったと思いますけどもアメリカかぶれとかする人はもう単語がねほら小池百合子さんみたいに単語が横文字羅列したりとかするわけですよね。でも語順は変わんないんですよ。 「<laughs> 私はそこに行きます」ってのが日本人ですけど「私行くそこに」って何か片言の外国人みたいな感じになっちゃいますからねここら辺の認証代名詞ってなかななかか変わんないんですよで文法語順はですねこれはあの変わんない一番変わりにくいんですよねだからあの朝鮮語というのは7,000年間大陸の影響を受け続けてどんどん変化して最後に文法だけ残ったんですね。 韓国語というのはもともと縄文人が話していた言葉が大陸文化にさらされた結果7000年間かけて変化したのが韓国語だ朝鮮語なわけです韓国語なんですねそして、えー、大陸文化の影響を受けつつも日本人が主体的となって変化を遂げていったのが日本語なんですよねはいですから日本語と韓国語って7000年分かれてますから、えー、まあ、これだけの違いが生じているとでこれ比較言語の中でですね これあの、まあ、比較言語の、まあ、研究者、えー、かなり優秀な人たち結構いるんですけどもその一人がです、ね、言語学の服部史郎先生この方はです、ね「日本語の系統」という本を書いているんですけれどもここで,です、ねえー、こういうことを言っています <laughs> えっと日本語と朝鮮語の距離ですね。 これをですね比較言語学で要するにこの違いがどのぐらいあるかによって数式で計算して何年ぐらい前に分かれただろうかということを大体想定できるらしいんですね。はい、だから似てる言語といっても例えばまあ500年ぐらい分かれたらこのぐらいの違いだねとか1000年2000年分かれたらこのぐらいの違いになるかなって大体あの、えー、計算できるらしいんですよ。その結果こう言ってます日本語語と朝鮮語 とがもし同系統であるとしてもその分裂年代は今から4000年前以降ではまずありえないこのように言ってますだから4000年ぐらいの時間ではここまで差が開かないって言うんですねいや7000年経ってますから <laughs> <laughs> この比較言語の,この分析でもやっぱり一致するんですよね7000年前に分かれたんですよ だからもはや同型と言えないぐらい離れちゃってるけどもでも一番根幹となる文法が同じなんですだからねえー、ね朝鮮半島に住んでる人たちが日本語と同じ文法で話してるっていうのはなんか妙に「なんでなの?」みたいなねなんかこの見方が何尋常地じゃないというこのねあの岡崎先生の感覚ねやっぱり朝鮮のことを多少知ってる人は ちょっと違和感をね、感じた人多いと思うんですけど、これで完全に説明ができるわけなんですね。ええー。ですから、7000年前別れ、7000年前ということで、だから、あのー、ほら、文法がどんどん入れ替わり、徐々にね、認証代名詞、示代詞名詞も変わり、最後に文法だけ残ったということですね。はい。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして、誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね。 チャンネル登録もお願いします。え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。